こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、 おしゃれな人とダサい人との違いとはというテーマで皆さんに動画をお届けしたいと思っています。これはなかなか深いテーマと言いますか、結構気になる方も多いんじゃないのかなと思います。特にですね、まあ、これからおしゃれになりたいという方ですとか、おしゃれ初級者の方にはとても重要な内容だと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただきたいなというふうに思っています。そもそもですね、まあ、ダサいという言葉自体に結構インパクトがあって、ネガティブなイメージが強いかなと思うんですが、 なかなか具体的にダサいってどういう状態かってあまりですね理解している方は多くないと思うんですね。まあ、僕のようなファッション業界に一応身を置いている人間でもいざダサいって何だろうなって考えてみるとなかなか言葉にするのが難しかったんですが、まあ、今回はですねこのダサいということをまずは何かわかりやすい言葉で表現したいなと思っているんですけども僕の中でダサいというのは違和感がある状態なのかなというふうに感じているわけですね。例えばこの違和感 パタというのはいろんなものがあるかなと思うんですがまあ、ダサいという中にも僕は2つのパターンに分類ができるかなと思ってるんですがまず1つ目の分類というのは 無頓着な状態だと思っていまして、まあ、おしゃれに興味がないし、自分自身の着こなしみたいなものに、あんまりこう、関心がない方っていらっしゃるかなと思うんですね。このようなファッションに対して、無頓着な方の特徴として、まあ、どんな違和感があるのかというところで、いくつか例を挙げていきたいなと思ってるんですが、例えば、ヨレヨレの服を着ているというですね、違和感ですね。まあ、一般的に言うと、そんなにヨレヨレの服を着ている方って多くはないわけなので、服がクタクタになっていたりだとか、 色が抜けて汗せてる状態だとか、そういった清潔感が漂わない状態というのは、やはりそれは違和感に感じるので、まあその結果ダサいにつながりやすいかなと思うんですね。他にはどんな例があるのかというと、色使いとか柄の使い方に違和感があるという例ですね。例えば結構色もですね、ごちゃごちゃと何色も使っていたりだとか、柄物ですね、こういったものを対応してたりすると、なんかこれまたですね、調和が取れてなくて違和感に感じるんですね。例えば僕の動画 この中でよく挙げているようなチェック柄のシャツとかは結構難しいのは一つのシャツの中に様々な色が入っていてなおかつ柄も大きいとやっぱりそれがですね違和感に感じられるんですねまたオレンジだとか赤だとかグリーンだとかもうなんか派手な色とか目立つ色というものをですね着こなしの中に何点か入れてるとそれもですね違和感に感じられるわけでその結果ダサいというところにつながりやすいのかなと思います他には全身がカジュアルすぎるというものも あったりして パーカーを着て、血のパンを履いて、リュックを背負って、スニーカーも結構スポーツブランドのランニングが今にもできそうなものを履いてる状態だと、全身が全部カジュアルなので、その結果カジュアルすぎるという違和感があって、ダサく見えたりするわけなんですね。他には着こなしが年齢と合っていないとか、学生時代からほとんど変わらないようなカジュアルな格好をしてると、今の自分の年齢とのギャップがあって、それが違和感に感じられるとか、まあ、このようにおしゃれに無頓着だ 結結果的にダサくくく見えててしまう項目が結構たくさん引っっかかってくるので、こののりはは注意は必要なのかなかと思ってるんでですねで僕の動画を見ていただいている方っていうのは無頓着な方っていうのはあんまりいらっしゃらないと思うんですね。無頓着な状態からその上のなんとか自分なりに工夫をしながらおしゃれを楽しみたいという状態の方僕はこのような方々をおしゃれ初級者と呼んでるんですがこのような方っていうのはまずはベーシックな着こなしをですね楽しんでる方が多いと思うんですね。まあ、ユニクロ、G GU グローバルワークなんかで買い物をしながらまあ、ベーシックな着こなしをまず主軸として考えていくといわゆるおしゃれ初級者という段階に属するのかなと思っていますですので今の段階で無頓着というところに入る方はですねまずは着こなしに違和感がないようにベーシックな着こなしですねこのあたりをユニクロ GU グローバルワークなどまあ、なるべく予算を抑えながらまんべんなく揃えるということが最初のステップとしては大事になってくるのかなと思っていますそしてもう一つですねダサく見える カテゴリーがありまして、それがですね。 決めすぎっていうやつなんですね。こちらのカテゴリーというのは、むしろオシャレに関心があって、自分内のこだわりが結構強くあって、いろいろと工夫をしてるわけなんですね。だけども、やりすぎてしまった結果、それがダサく見えてしまうというですね。まあ、これもまたよくやりがちなパターンで、僕なんかも結構やらかしてきたのが、こっちのダサいタイプなんですね。まあ、具体的なところで言うと、アクセサリーをつけすぎたりだとか、このあたりは結構ダサく見えがちですね。例えば やっこなしの中に3点以内とかだったらまだ大丈夫だと思うんですがブレスレットをつけて指輪もジャラジャラつけてウォレットチェーンをつけてもう全身にシルバーアクセサリーがたくさんあったりするとそれは結構盛りすぎで第三者から見た時に着飾りすぎてしまっていてなんかそれがダサく感じてしまうっていうのもあったりするんですよねその他にはトレンド感満載すぎてそれがかえってやはりですね悪目立ちしてしまうという状態これもまたやっぱり 違和感に繋がるんですよねまあ、トレンド感っていうものも着こなしの中に取り入れることは結構大事なんですが僕ら30代後半から40代の世代であまりにトレンド感満載だとやはりそこに違和感が生じてしまうのでそれもあんまりかっこよく見えなかったりするんですよねまたこれも結構よくあるんですがブランドものを使いすぎっていうやつですねいわゆる誰もが見て一発でわかるようなブランドロゴがついてるものが全身の中にたくさんあったりするこの状態も結構出す く見えがちなんですねなので、ブランドものというのは結構諸ハの刃でうまく使えれば素敵に見えるんですけども、ロゴ使いが結構大胆なものというのは意外とですね、その反面ダサく見えがちというところがあるので、これまたやりすぎっていうのはどうしても違和感につながるというところ、そこは覚えておいた方がいいかなと思います。あとは色とか柄物が強すぎたりだとか、さらには着こなし全体がエッジが効きすぎてしまっていて、一般的に見るとちょっとそれオシャレなのかれ ダサこのあたり僕たちおしゃれが好きな人はやりがちなんですね。いろんなブランドを着てきて、ドメスティックブランドだとか、ハイブランドだとか、ちょっと個性的なブランドに手を出しすぎると、その結果着こなしが個性的になりすぎて、おしゃれかどうかわからない。一般的におしゃれかどうかがわからないレベルというのが結構ですね、やりがちな失敗かなと思います。まあ、このように、 ダサいという状態にも、無頓着な状態だからこそダサく見えるということと、あとは、 かえって着飾りすぎてしまって、それが第三者から見た時にダサく映るという全く異なる二つのカテゴリーがあるのかなと思っています。これがおしゃれの難しいところなんですけども、あまりに気を使わないのも良くないし、かといってやりすぎてしまっても一般的には理解できないんですね。じゃあどのあたりがいいのかというと、いわゆるおしゃれ初級者から中級者ぐらいのレベル、これぐらいが実はほんのりおしゃれに見えて嫌味のないファッションなのかなと思っています。 例えば、初級者の方々で言うと、ベーシックな着こなしが直家になってくるかなと思うんですが、 ユニクロで白のボタンダウンシャツを買ってみたりだとか、ブルーのデニムをですね、買ってみたりだとか、靴で行ったら白レザースニーカーを履いてみたり、ネイビージャケットを着てみたりだとか、このようなベーシックな着こなしがダサいかというと、決してダサくはないんですね。というのも、アイテム自体の個性が強くないので、第三者から見た時にも違和感を思えないからなんですね。決して派手さはないけども、ベーシックな着こなしというのは、いわゆるこう、ダサくないゾーンには入ってくるので、これはこれで素晴らしい着こなしだとは思います。 思うんですね、ただ、世の中の人口で言うと、なんだかんだで、無頓着の方々もまだまだ多いし、ちょっとやりすぎてる方もなんだかんだでいたりするので、まあ、ベーシックな着こなしができる方っていうのも、やっぱりそんなに多くはないんですね。ですので、まずはダサくない状態を目指すというのが、無頓着型にとってはすごくいい最初のステップなのかなと思います。じゃあ、このようなベーシックな着こなしですね。白シャツだとか、白 T だとか、あとは細身のデニムだとか、白レザースニーカーだとか、 このようなベーシックな着こなしがおしゃれに見えるのかというと、これまた難しいところで、ベーシックなファッションっていうのは、すごくそれはそれでダサく見えないというメリットがあるんですが、一方でデメリットとしては、無味無臭で、それがおしゃれかどうかもまたわかりづらいというところなんですね。ここがやっぱり難しいところで、とりあえずダサくはないところ、70点ぐらいまでには来れたんだけども、じゃあそれがおしゃれかどうかというと、またおしゃれかどうかわからないような、いわゆる普通の 状態なんですね。無味無臭の状態。この状態ではおしゃれとは言えないので、じゃあ、どのような段階になったらおしゃれに見えるのかというところ、ここも重要になってくるんですね。今まではダサいというものをなるべくわかりやすく定義をしてきたんですが、じゃあ、おしゃれというのはどういう状態なのかというところをお話をしていきたいんですが、おしゃれな人の特徴というのは、僕はですね、ベーシックな着こなしが主軸にはあるんだけども、その中に 何点かアクセントがあって、その結果人との違いが明確にはなるんだけども、決してやりすぎていない状態。これが一般的な視点で言うですね、おしゃれな人だと思うんですね。決して行き過ぎないファッション、そしてベーシックすぎないところ、ここをですね、狙っていくというのが多分大人のおしゃれの醍醐味だと思うし、難しい点だと思うんですね。 だけど僕はなんとかここを狙いたいなと日々思いながら皆さんに動画をお届けしたいなと思っているわけなんですね。じゃあどのようにですね、ほんのりおしゃれ感を出していけばいいのかというと、そこにテーマとして出てくるのが、まあ、トレンド感だとか、サイズ感だとか、 あとは色使いだとか素材の良し悪しだったりするかなと思うんですね。おしゃれ初級者のうちはまずはユニクロ GU グローバルワークみたいな価格帯が抑えたところでなるべくベーシックなものを買い揃えていくのがいいかなと思うんですがそこからおしゃれ中級者に登っていくためにはやはりですね、ただのベーシックじゃダメでそこにちょっとトレンド感、色使い、サイズ感とかまぁ、あ、様々な項目が入ってくる必要があるかなと思っていてまあ、その場合に使うべきショップというのがまさしく セレクトショップのオリジナルこのあたりがですね、すごく便利になってくるかなと思います。ですので、僕の動画の中でも、ユニクロ GU あたりはよく出てくるんですが、そのちょっと上に属するような、グリーンレーベルだとか、ナノユニバースだとか、アーバンリサーチ、ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、そのあたりはですね、名前が出てくることが多いのかなと思っています。このあたりの、セレクトショップのオリジナルというのは、ベーシックなアイテムを軸足にしながら、そこにトレンド感が乗っかっていたりだとか、 あとは色使いが綺麗だとか、素材の質感がやはりユニクロ GE よりは価格帯も上がるので、その結果全体的なクオリティも上がっていくというところで、そういったものをうまくミックスできると中級者と呼ばれるようなレベルになりますし、人との違いというところも少しずつ明確になってくるので、その結果それがおしゃれな人というところで少しずつ周りから認識されるようになってくるのかなと思っています。ですので僕の動画とかを見て、とりあえずですね、ベーシックな着こなしを学んでみたけども、 なんかダサくはないんだけども、あんまりおしゃれだと言われないなという方も絶対いると思うんですね。そういう方の場合は、もう一つランクを上げて、セレクトショップのオリジナルでちょっとトレンド感のあるようなシャツアウターを買ってみたりだとか、まあユニクロの中でも通常のラインのユニクロではなくて、少しトレンド感のあるユニクロ U を着てみるだとか、このようにベーシックから少しワンランク上げてみることで、人との違いが明確になることで、あ、あの人おしゃれだなっていう風になってくるんですよね。 これほんと難しいところで、人と違いすぎるとそれまたなんか違和感に感じられるし、普通すぎるとおしゃれかどうかも気づいてもらえないので、 この間を狙っていくというですね、細かい作業が、まあ、めんどくさいところでもあり、大人のおしゃれの楽しみ方なのかなと思うので、まあ、このあたりを理解していただくとすごくいいんじゃないのかなと思っています。で、おしゃれ中級者の方の中にも、セレクトショップのオリジナルみたいなものを使っている方と、もっとエッジの効いたドメスティックブランドだとか、イタリア系の様々な上質なブランドを着ている方もいらっしゃると思うんですが、このですね、中級者の中での上位の方々というのは、結構 失敗するとエッジが効きすぎてなんかよくわからない格好してるなとか行き過ぎてしまって帰ってダサく見えたりするのでそのあたりは僕自身もめちゃくちゃ注意してますしそうは言っても数年後に見てみるとあ、これやっちまったなっていうことはですね少なくないのでまあこのあたりは日々反省しながら僕自身もやってるんですねまあそしておしゃれ上級者と呼ばれる方々っていうのはもういわゆるですね趣味の世界だと思うんですねおしゃれをすることが大好きで人との違いを出しながら 自分なりの世界観を作っていくような感覚なので僕はもうアートのような領域なのかなと思っていましてそこまで行くと人と同じだとか人からの評価というものをですねぶっちぎって自分なりにファッションを楽しむという世界観なのでそれはそれで僕はめちゃくちゃ楽しい世界だと思うし魅力的だと思うので全く否定はしませんだけども僕の動画の中ではそこを目指すことはしていないですしあくまでおしゃれ初級者から中級者ぐらいで第三者から見た時にも なんか素敵だな、おしゃれだなっていうところをですね、あくまで目指すようにしてるんですね。きっと僕の動画を見ていただいている方の中にも、初級から中級レベルの方が多いかなと思うので、ぜひ今回の話は頭の片隅に置いていただきたいんですね。あくまで第三者から見た時に理解できる範疇というのは、ベーシックプラスアルファの中級者ぐらいかなと思っていまして、そのためにはトレンド感ですね。サイズをちょっとゆったりめにしてみるだとか、あとは素材感ですね。 ちょっとユニクロよりも素材感を上げたセレクトショップのオリジナルを着てみるだとか、さらにはトレンド感を交えてみてトレンド的なアイテムですね。シャツだったらバンドカラーシャツを着てみるだとか、色使いのトレンドで言ったらオリーブだとかブラウンのようなアースカラーを着てみるだとか、まあそのようなちょっとしたトレンド感とかを取り込みながらベーシックにプラスアルファをしたぐらいのレベル感っていうのがやはりですね、おしゃれに見えやすいかなと思うので、まあぜひそのあたりを理解しながらですね、おしゃれを楽しんでいただきたいなと思っています。 はい、ということで、今回の動画では、おしゃれな人とダサい人の違いとはというテーマでお話をしてみました。僕もですね、一発撮りでですね、やっているので、これがですね、うまくまとまっているか、ちょっと自信がないところもあるんですが、ぜひ皆さんなりの、こういう人はおしゃれだよね、とか、こういう人はちょっとイマイチだよねっていうのがありましたら、コメント欄で書いていただければなと思っています。まあ、いずれにしろ僕から見ておしゃれだなと思う人というのは、まあ、自分なりの世界観は持っているんだけども、決して 照らうことはなく自分内の小さなこだわりですね。服の質感だとか、こういったものは自分のこう感覚に合うなとか、まあそういったものを微調整しながら、人との美さを積み重ねていく人、丁寧な服との接し方をしている方が、僕はおしゃれな人だなって感じるわけですね。ぜひ皆さん内のおしゃれな人の定義も教えていただければなと思っています。まあこれからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っているんですが、まあもう少しです、ね ですね、こちらのチャンネルではカバーできないような中級者の方に向けたアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルで結構頻繁にお伝えしてますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた、なかなか動画をゆっくり見る時間がない方のためにですねオンラインサロンというものも開催をしていますそちらではおすすめのアイテムですとかコーディネートの紹介を文章ですとかあとは写真をベースでお伝えしてるんですねだいたい1分ぐらいでサクッと読めるような 内容になっていますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています以上スタイリストの小山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに